ザ・ス・ピッツはアメリカ合衆国の女優。サイレント映画からトーキーにかけて活躍した。グリードで悲劇的ヒロインを演じたことで有名だが、出演作はコメディ映画が多い。カンザス州パーソンズにルランデス・ピッツとネリー・ピッツ夫妻の間に4人兄弟の第3子として生まれる。出生名はイライザ・スーザン・ピッツ。父親は南北戦争に第76。 ニューヨーク義勇不評連帯で参加。しかし戦争で両足を失い、その後家族でカンザスに移住していた。ピッツの少年を特定することは難しい。ピッツの生まれたカンザス州は1911年まで出生記録を保管していなかったからである。ニューヨークタイムズは、ピッツの死亡記事に1900年生まれと記し、破壊死にもそう刻まれている。しかしながら、 ピッツの電気作家スタンフは1894年としている。ノータブル、アメリカン・ウィメンも1900年の国勢調査で彼女を6歳としていることを指摘している。イライザ・スーザンという名前は父親の二人の姉妹イライザとスーザンから取られた。ザスというニックネームはエリザとスーザンが由来である。ザス・ピッツと発音されることが多いが、1963年出版の ピッツの著書、キャンディーヒッツ15ページで、ピッツ自身は、製図が正しいとしている。しかし、メアリー・ピック・フォードから、みんな発音を間違えるわと言われ、その通りだったと本の中で認めている。1903年、ピッツが9歳の時、家族は過ごしやすい温暖な気候と仕事を求めて、カリフォルニア州サンタクルーズに移る。この時のピッツ家の家屋は208リンカーンストリートに、 現存している。ピッツはサンタクルーズハイスクールに進学し、そこで演劇を始める。ザ・スピッツ1914年から1915年にかけて、ピッツは学校や地元の大衆劇団の舞台に立つ。1916年22歳の時、ロサンゼルスに移り、映画のエキストラとなる。1917年、 脚本家のフランシス・マリオンの目に留まり、メアリー・ピック・フォード主演のザ・リトル・プリンセスの主要をキャラベッキー役に抜擢される。以後、ユニバーサル・ピクチャーズの一巻ものコメディに出演し、ピッツの人気は徐々に高まる。1919年、マンを持たして、キング・ビダー監督の楽しき時間で長編初主演。翌1920年に結婚したトム・ギャラリーとハート・オブ・トゥエンティー。 ブライトアイズ、パッチー、エイドーター・オブラグジュアリーで共演する。喜劇女優としての評価が定着したピッツだったが、1924年、エディ・ヒホン・シュトロハイム監督が、女子史的悲劇、グリードにピッツを起用する。このキャスティングには誰もが驚かされた。映画は最初の編集では7時間半を超え、会社によって2時間に短縮され公開。興行は失敗したが、 現在では4時間復元版がリリースされ、映画史的にも傑作との評価を得ている。シュトロハイムはピッツを偉大な悲劇女優と高く評価し、以後も結婚更新曲、ハロー、シスターで彼女を起用した。しかし、ピッツの主戦場はコメディ映画だった。1930年代初期、セルマトット組んで B 級映画や短編喜劇に多く出演し、 名声を博した。ピッツな役は決まって、怒りっぽい、慌て者、心配性の、オールドミスだった。観客は彼女を見ると立ちどころにそういう役だと理解し、漫画や映画で盛んに真似された。ハルローチの短編、長編に主演、スリムサマービルの長編喜劇シリーズで W 主演。トーキーの時代になっても、喜劇への出演が続いた。しかし、それがマイナスになることもあった。 悲劇でない、西部戦線に異常なしに、主人公の母親役で出演したとき、熱演したにもかかわらず、試写会で、ピッツが出ると笑いが起こり、結局、役は、ベリル・マーサーに変えられた。エドナメイ・オリバーの後を継いで主演した女探偵ミス、ヒルデガード・ウィザーズシリーズ2作、ザ・プロット・セコンス、ホーティー、ノーティー・ガールズも好評を得られなかった。 1940年代になると、ラジオで、ビング・クロスビー、アル・ジョルソン、W.C. フィールズ、ルディバリーとトークで冗談を言い合った。また、ラジオドラマ、ビッグ・シスター、フィバー・マギーモーリーに出演した。1944年には、推理劇、ラムシャックル・イン・デ・ブロードウェイに進出。この芝居は、ピッツのために書かれたもので、好評につき後に巡業もされた。 第二次世界大戦後は、Life with ー a ー r などで、おせっかいな親戚役を演じる。1950年代は活動の場をテレビに移し、CBS のシチュエーションコメディー、ザ・ゲイル・ストーム賞で、ゲイル・ストームとコンビを組んだ。1950年半ばにフンと診断されるも、仕事を続ける。最後の映画出演は、スタンリー・クレーマー監督の喜劇、おかしなおかしなおかしな世界で、 バスター・キートン、ジェリー・ルイス、サンバカ大将ら大勢の喜劇役者に混じって、サンタロ・ジータ警察署の交換手を演じた。1963年6月7日、ハリウッドで死去。69歳だった。遺体は、カルバーシティのホーリー・クロス墓地に埋葬された。同年、死後に出版された、著書、キャンディ・ヒッツは、キャンディのレシピ本だった。 最初の夫ギャラリーとは1933年に離婚。ギャラリーはその後ボクシングのプロモーターとなり成功した。二人の間に西あり。ザ・スワンギャラリーとドナルド・マイケル・ソニーギャラリー。ドナルドは養子で、実母はピッツの親友だったバーバラ・ラマー。1933年、ピッツはジョン・イー・ウッドウォールと再婚。ピッツが亡くなるまで一緒だった。 映画、ゴーイングハイブラウから、ピッツと、ガイキビー、日本で放映あるいはビデオ発売されたもののみ、ドネリー、ポール、フェード2ブラック、A ブックオブム m o ビ i e A ー e a c h オムニバス、ISBN 978から18億4449万4309マーストーン、ジャック、セイレーンソング、ザトラジェディオブ、バーバララマール、インティベッツ、ジョン・シー・ウェルシュ、 ジェームズ・エム・アメリカン・クラシック・スクリーン・プロファイルズ・スケア・クロー、ISBN 978-0810876767ありがとうございます。